はいです。ね。お、来た。来ました、来ました、来ました。行ったでもなく。多いです。はい。ちょっと簡単に5分ぐらい自己紹介スライドの話をすると、ありがとうございます。ぜひ、はい、画面共有が必要であれば。画面共有しました。はい。近況報告と相談事ですと。はで、すごいざっくりした近況相談事は、大企業で新規事業を試したいけど、どうやればいいか困ってるという人がすごく多いですと。い。で、なんか役に立ちたいなというふうに思っていますと。で、もう一個は、中小企業の2代目とかで、このまま行くと、多分伸びてはいかないんだけどどうしようみたいなことが、困ってる人がいっぱいいますと。で、なんか役に立ちたいですと。で、僕は、そこに対してビジネススクールの先生で、をして、仕事と別の場所にコミュニティを作ると何か役立つと思いますというアドバイスをしていますと。で、そこは多分その、ローンディールであるとか、あと関さんが普段やっておられることにすごい近い気がしているので、そこの話をしていくといいなというのが、まあ、ざっくりした全体像ですと。で、なんでこんなことを考えているかというと、まあ、ちょっと経歴はどうでもいいや。僕今、その1個目がまず水域サイエンスの社員をフルタイムでやってますと。で、月給をもらっていますと。で、ここでやってるお仕事は、世界中いろんな国を飛び回って、新しいオープンソースハードウェアを見つけては、CVC みたいにちょっとこっちから投資したりとか、あと輸出入したりとか、共同開発やったりとかをしてますと。で、これは、まあ、楽しいし、いろんなメーカーフェアを、会社のお金で行けるし、大好きなのでずっと続けるつもりではありますと。で、ただこれは、まあ、なんていうか、事業なので、全部を僕がコントロールしてるわけでは全然なくて、要は、今日のメインの話には多分あんま入ってこないだろうとは思っていますと。で、真ん中の部分が多分メインの話になってくると思うんですけど、早稲田ビジネススクールっていう、まあ、要は早稲田ですよね、早稲田大学の社会人 MBA 向けスクールで、先生をやっていますと、あと研究員をやっていますと。で、ここでやってるお仕事はそれなりに、お金にはあんまりなんないんだけど、まあ楽しくて、MBA の学生がこう来て、で、そこに向かって、どうやると世の中もっと簡単、良いお仕事ができるようになりますかみたいなことを考えていくことは、極めて面白いですと。あと、個人的に興味があって応援したいこと、例えば、ステム教育はそうだし、あと、オープンソースハードウェアはそうだし、そんなにめちゃめちゃ詳しいわけでもないけど、シビックテックとかもそうだし、そこに対して布教活動として、たくさん原稿書いたりとかはしてますと。あれは原稿書くの面白いし、書いたら原稿料はもらえるし、それで、なんか、自分が好きなものが流行ってくれると、すごく嬉しいです、あ、そうですね。思ってやってますと。でも一番多分たくさん時間使ってるのはその一番下にあるコミュニティで、多分事業になってることが一番、なんていうか、コンペティターも多いし、やることある程度こう決まってて、で、極端な話、僕いなくなっても回ると思うんですよ、事業は。で、研究になると、もう少し、僕いなくなってから代わりの人が講義するってなかなか難しいぐらいにはなるんだけど、でも言うても、本当に、なんだろう、生まれたばっかりのことって研究対象とかになってないことが多くて、で、だから、活動としては起きてるんだけど、お金になってないみたいなことを僕はコミュニティ活動っていうふうに呼んでて、で、それはそれでたくさんやってますと。で、そのコミュニティ活動を、皆さんもやりましょうみたいなことを、企業の2代目とかに向かってよく喋ってますと。ありますと。そこはなんかちょっと関さんと似てる感じがするんですよ。そうですね。で、まあ、水域サイエンスの事業紹介はちょっと置いといて、事業開発もまあちょっと置いといてよくて、ここですね。で、ビジネススクール、要は、早稲田大学の中に、早稲田大学の多分工学部とか、経済学部とかと同じ多分その枠組みの1個でビジネススクールっていうのがあって、卒業すると MBA、マスターですと、マスターが取れますと。で、ほとんどは夜学で、夜7時スタートで、で、通ってくるのはみんな、社会人が大体、まあ、純粋学生って僕、その僕の講義では見たことなくて、で、100何万、結構高いらしいんですよ。高い学費を払って、で、夜7時から10時までの講義を、月曜から金曜までやってるので、そこに出れる人が来てますと。で、名刺交換すると大体は上場企業の、経営企画部とかにいる人で、その人自身は別に困ってないんですよね。ただ、会社全体としても、優秀な社員をそこに出せるぐらい、下手すると会社が引き出してるぐらいなので、ゆとりあるところが来てますと。ただ、みんなして、今やってることと違うことをやりたい
ないし、やった方がいいと思ってて、でもいきなりなんか会社辞めて、あのシリコンバレー行ってベンチャーやりますとか、セブ島行って英語習いますみたいな人に比べると、はい、もう少し、なんていうか、なんていうんだろう、もう少し、今の延長線上にちゃんと未来を作ろうとしてるみたいな、でも変革はしたいみたいな感じの人が多くて、で、それはあんまりこれまでの人生で付き合ってなかった人たちがいる。でも喋ってみると、めちゃめちゃ頭いいし、僕の大学生時代と違って、授業中寝てる人とか全然いないし、参考文献とかも超読んでくるし、まあ、なんていうんだろう、とにかくサラリーマンの中のちゃんとした人がすごいちゃんと来てると。はいはい。で、あともう一グループとして、オーナー企業の2代目、3代目が来てることも結構多くて。で、理系の人もそれなりにはいますと。うん、で、みんなの中の大学で見つけたいわけじゃないんだけど、うん、MBA は別に、なんか取った瞬間に儲かるもんでもないから、大学でいきなり僕の会社どうでしょうみたいなプレゼンはされることは極めて少ないんですけど、全体としては大企業で新規事業を試したいけどどうやればいいか困ってるとか、あと中小企業でこのまま行くとギリ貧なんだけどどうしようみたいなのが来てて、でそれは僕にとってもすごい考える価値がある課題なので、はい、一緒になって考えることがすごく楽しいと。なるほど。で、まあそうですね。で、なんでビジネススクールにコミットするかというと、まあ、そもそも学校の先生のことは好きですと、うん、博士号を持ってる人はみんな持ってない人に比べると偉いと思っていますと。そう、僕は持ってないんだけど、でも、はい、あと僕は学生時代全然勉強してなかったんだけど、でもちゃんとして勉強したことは良かったなと、思っていますと、あと前の仕事のチームラボが高学歴者がすごく多い会社で、うん、そこで見る高学歴者はやっぱりなんかなんだろう、なんか頑張る時の根性が違うし、なるほど、子供がもし僕できたら勉強させるだろうなと思ったりしたし、だ昔に比べると勉強が好きになったと。うんうんうん、で、その中で、その新鮮イノベーションの記事とか、オープンソースの記事とかをいっぱいいろいろ書いてる中で、そのインフルエンサー同士とかライター同士で話をすると、あんまり盛り上がらないんですよ。マウントの取り合いとかになってくるんですよ。はいはい、はい。どういう記事を書いたかより、誰が書いたかの方が実は結構大事になったりとかすることが多くて、で、学者は結構エンジニアに近くて、俺が知らないことが書いてあるんだけど、これなんでこうなったんですかみたいな話をちゃんと深くできるので、だから気がつくと友達の中に、そのエンジニアか学者みたいな人ばっかりが増えてきたみたいなのがあって、じゃあこっちの方向に友達を増やした方が多分楽しいだろうというふうに思ってると、はい。もう一個は、その僕たちがやってる新鮮コミュニティは、できて2年後ぐらいになって、中国の経済の研究してる学者がたくさんわーって入ってきて、うん、で、それがなってる中国系のコミュニティって多分他に一個もなくて、で、その研究者の人たちがいろいろ教えてくれて、で、逆に僕も彼らに、中国の研究長い人って別にスタートアップとか全然知らないので、ビットコインとか言っても分かんないので、それは、はい、中国のこれまでの中に全くなかった話なので。へー。そこはなんかすごくでかい、そうね、なんか、なんて言うんだろう。なんて言えばいいんだろう。そこなんかすごいでかい穴があるんですよ。その、中国も、まあ、それで言うとアメリカ研究20年みたいな人も多分 Google のこととか分かんないと思うんですよ。うんうんうん、その、なんか分かんない。ベンジャミン・フランクリンとかそういう話は多分詳しいんだけど、人権ってどこから生まれたのとか、マーティン・ルーサー・キングとかそういう話は多分すごい詳しいと思うんだけど、でもその、別にそれと Google あんまり関係ないじゃないですか。多分ちょっとは関係あるんだけど、ガレージから生まれたとか、あとオープンソースってそもそも西洋のカルチャーの中にあるよねみたいなことはちょっとは多分関係あるんだけど、でもそれよりも、はい、ちゃんとソースコード読んだことありますかとか、プロジェクト自分で作ったことありますかとかの方が多分大事だったりして、うん、で、中国だともっとさらにそのギャップがすごい、大きいというか、みんな、はい、要は共産党の話とかにすごい詳しいんですよ、ね。不作にものすごい詳しくて。はいはいはい、はい。だから日本で言うと分かんないけど、なんとか総研に新卒で入社して、ずっとなんとか総研にいましたみたいな。はいはい。で、その人が、急にそのコードフォージャパンみたいなことにあったときに何も解釈できないみたいなことは多分いっぱいあるんじゃないかと。で、ただその中の人たちがなんかオープンソースとか深圳のそのスタートアップ経済とかは面白いんじゃないかということで入ってきてくれて、お互い学び合えたことはすごく良かったので、これをもっと続けていきたいなというふうに思ってますと。で、ビジネススクールでやってる課題は、僕自身は多分体が元気で動く間はずっと何らかの外国の面白そうな、ワイワイした街にいるとは思うんだけど、でも言うても、うん、日本人だし、あと日本のメーカー全体に関わってくるので、その大企業の話だから一言ですよって思えるかっていうと、あんまそうでもないなと、
なんだかんだ言いながら日本で今稼いでるお金のほとんどはそういう大きい会社や元気な中小企業が稼いでいて、はいはい、例えば僕スイッチサイエンスは大好きだけど、なんだろう、日本全体の GDP だと000なんとかパーセントとかになると思われるのでそうだから大きい会社がちゃんと元気になってアリババみたいになってくれた方が嬉しいので、そういうお役には立ちたいなというふうに思っている、うん、でその中で、面白そうな人を見つけたらビジネススクールの活動をちょっと紹介してなんか面白いことできませんからみたいな話をしている中で、たまたまほんの2週間前ぐらいにもともとファブカフェの河合さんとお話をして、うん、で河合さんが今やってるローンディールっていうそのついさっき、はい、ね、関さんのフェイスブック見たら、あ、メンター、関さんもメンターやってるんだみたいなことに気づいて、はい、じゃあ、なんであれのメンターやってるんですかまで含めて、最近、うん、その辺の話を聞きたくなったんで、今日セッティングしたんです。おー、なるほど。はい、そういうところですかね。前振りとしては。前振りとしてはこんな感じですね。はいはい、ありがとうございます。へえ、すごい、ビジネススクールの、問題意識とか、そういう活動自体知らなかったので、はい、コミュニティの人っていうふうに思ってたので、すごい面白いなと思いました。ビジネススクールなんか本当、ひょうたんからコマみたいな感じで、うん、その、なんだろう。事業としては全然おいしくないんですけど、僕多分その時間使って他のことやった方が多分個人的なインカムは大きいと思うんですけど、はい、でも、はい、例えば一人で原稿を書いたり講演したりとかと比べるとそんな極端にそこでもらえるお金がむちゃくちゃ少ないわけでもないし、うんうんうん、あと他の仕事にもつながるし、だからなんか誰か人雇おうと思ってるとそんなことに時間使えないんだけど、うんうん、僕自身がこれから先面白く探してなんか暮らしていく意味ではいろんな意味でもっと太くしていきたいつながりではあります。なるほどね、うん、すごい。なんかやっぱ、いろんな軸足を持ってることって、すごいこう、本当にこう、セレンディピティを生みやすいというかですね、なんか、意外な組み合わせが生みやすいから、すごいこう、ワクワクする話だなと思いました。で、まあ今日の、テーマというか、そのビジネススクールの受講者の、なんかこう、困ってないけど将来のために実家投資していて、で、すごい、こう、ポテンシャルもあるし、優秀だし、みたいなところなんだけど、うん、なんかこう、方向性として、なんか、すごい、こう、ちょっと違和感があるみたいな話なんですよね。なんていうか、多分、新規事業のやり方みたいなのって、うん、実は日本の大きい会社の中にはほとんど共有されてなくて。はいはい。というのは、多分、90年代ぐらいから多分、今に至るまで、うん、そのメジャーな、うん、優秀ですっていう考え方が、選択と集中だと思うんですよ、うん、予測して選択して集中するみたいなのが、うん、多分その大企業の価値パターンとしてがっつり入ってて、うん、でそれは株主も取締役会も多分その中に入ってて、うん、でそうするとその合理的にちゃんと意思決定しようと思うと合理的にものすごい高値掴みするんですよね、はいはい、そのなんか一個成功してからやろうみたいな、でだから大きくなってから提携とかをしようとか、あと極力外注しようとするし、それは外注した方が正義なわけなので外注するようにするし、で企画にものすごいお金はかけるんだけど修正には全然お金かけないみたいな、あとはなんか、先にとりあえずなんかなんだろう、チーム作るのに2年ぐらいかかって、で予算取るのに1年かかって、だから、はい、なんか決まったから4年後にした4年後にスタートして、で1年目の予算が5億円で3年目から急に少なくなるみたいな形で予算を組んで、はいはい、まあうまくいくわけないじゃないですか何やるにしても、はい、何やるにしてもうまくいくわけないじゃないですか。そうですね、うん、そう、まあ本当はアジリティの部分はかなり問題になりますね、うん、まだなんかあれです、社内アクセラレーターやりましょうとか言ってる会社の方が全然まともで、はい、そのなんか社内アクセラレーター事業みたいなのに何年間でいくら使いますみたいなのを先に決めるとか、つまりなんか具体的にやることは決まってないんだけど先にお金だけつくみたいな予算の取り方をした方が、はいはいはい、でその分のお金は
最悪捨てても構わないですぐらいの決定で進められた方が、はい、金額少なくとも全然その方がなんていうか機動的に動けるに決まってるじゃないですか。そうですね。でもそれは、はい、大企業と国プロって多分、まあ、よく似てるのでなかなかやりづらいと思うんですよね。今ね、スマートシティとかの議論もまさにそういう感じなんですけど、スーパーシティとかね。まあ、まさにでも、イノベーションのジレンマで言われてる話ですよね。結構昔から言われてるのに、なぜ変わらないんだみたいなのが、うん、気になりますね。で、大学だとなんとかなりそうなのは、うん、例えば、ニコギ金銭コミュニティとかは、誰にも給料を払ってないし、誰からももらってないけど、ちっちゃい企業は結構生んでるので、その学生さんたち話をしてるのは、ちょっととりあえず、社員を使わない、予算を使わない前提で、なんかやってみましょうと、はいはい、それは例えばシビックテックへのコミットでもいいし、うん、テッドに参加してみてテッド手伝ってみるでもまあいいし、はい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 、でなんかお金自分で払ってないんだけど大の大人が100人ぐらい集まるみたいなことがなんかあるとそれは事業につながったりとかするんじゃないかと、うん、あとはなんか優秀な人が成果物を出してくれるとか、はい、それは別に同人誌作るとか何でもいいんだけど、うん、それはだからお金を使わずにプロジェクトを進行するみたいなことをやってみると、何やるにしてもすごく良い訓練になると思いますみたいなことをよく話をしていて、それは実際あると思いますよ。Code for Japan でもやっぱりボランティアだからすごくこう無責任だと思われたり品質が低いと思われたりするんですけど、実際もちろん品質が低くなってしまうこととかはあるんですけど、でも実際こうお金じゃない人たち、お金で動いていない人たちをこう一つにまとめて方向性決めてちゃんとこうガバナンス聞かせてやっていくって相当難易度高いで、すごい訓練にはなると思います。プロジェクトマネジメントとか、なんとかそっち方面で、そっち方面というかそういう形で、わかんないけどパッケージを作るのがいいのかがどうかわかんないんですけど、大きい会社の倫理が通るようなことができると一個面白そうな感じはしますよね。はいはいはい、それ面白いですね。なんか僕がそのローンディールを手伝っているのもまさにその大きな会社の中の人たちこそがそういう全く違う文化で揉まれてすごいこうなんか開眼する体験みたいなことがあると、うんうん、すごいこう戻った後その会社自体が変わるんじゃないかと思って、うん、それで手伝っているんですけど、うんまあ、特に日本は雇用流動性が低いのでそういう無理やりそういうパッケージにしないとなかなかいきなりこう転職しますってわけにいかないので、うんうんうん、すごいこう一つの流動性を上げる手段だなと思ってやっているんですけど、実際やっぱりローンディールみたいな形でも、半年とかですね、1年、スタートアップとかの中に入って、いろんな経験すると、やっぱりこう、変わる人は相当変わるんですよね。で、多分、それは座学でスクールに行って学べるとはまた違った、多分まあ、お互い、どっちがいいって話になって、学べる、ものが違うって話だと思うんですけど、うんうんうん、だから座学も知ってるし、ちゃんとこう実践するみたいな、そういう組み合わせができると相当良さそうな感じがしますね。めちゃめちゃいいですよね。めちゃめちゃいいですよね。うん、実際どういうことをスクールでは教えてるんですか？2つあって、1つは、1コマ講義を持ってますと。で、その1コマ持ってる講義は、僕は普段その日本にいないので、日本に帰ってくるその2月の間だけに集中講義で、10日間ぐらいの間に15コマ無理やり詰め込んでやるんですけど、それは、深センの産業集積とマスイノベーションっていう授業で、それはゲストとかはいっぱい呼ぶけど、基本的には、講師が生徒に向かってガーッと喋ってでディスカッションするみたいな感じの授業です、はいはいはい、これは講義とディスカッション、うん、中身はなんかなんでしょうね、製造業の形がいろいろ違っています。深センって言ってるけど、実際深センの話も多いんですけど、一番は、
平たく言うとデジタルトランスフォーメーションなんだけど、そのもっと平たく言うと、平たくというか、もっと本質的に言うと、製造の形が変わってて、中国だと系列ってないんですよね、ほとんど。うんうん、系列なくて、で、下請けっていう概念もあんまりなくて、そのどの会社も自社製品作り出すんですよ、無理やり。おで、その自社製品をどの会社も自社製品作り出す中で、自社製品作ってる会社にカスタム品をお願いすると、カスタム品作ってくれるんですよ。だその瞬間は確かに下請けになってるんだけど、でも別にその上か下かではなくて。はいはいはい、あなるほどね。うん、面白いですね、それは。でそれは、トヨタが持ってるみたいな、すり合わせがすごいいっぱい重なった、高度な製品を作るには全く向いてないんですけど、そこには全く向いてない、深くは、技術が深くは一生なんないんですけど、いいところで言うと、腰がどの会社も極端に軽いので、うん、コンピューター作るにはすごく向いてて、はいはい、コンピューターっていうのは、コンピューターサイエンス的な意味でのコンピューター作るにはすごい向いてて、でそれで言うと今そのだからシリコンオーディオもコンピューター、監視カメラもコンピューター、マイクもコンピュータースマホもコンピューター、うん、思いつくもの大体全部コンピューターじゃないですか、うんうん、そう思いつくもの全部大体コンピューター、真ん中に CPU があって IO があって、うん、でそのなんだろう、だからコンピューター作ろうと思った瞬間、コンピューターとか IoT って言った方がいいのかな、 IoT 作ろうと思った瞬間に中国むちゃくちゃ強いんですよね。で、そうですね、そうで IoT なんで IoT とそうじゃない世界って違うのみたいなことは一コマぐらいちゃんと喋らないといけない領域だしはい、はい、その例えばクラウド側が上にあって、そこに手と足がつくとロボットでとか、クラウドに目がつくと、うん、センサーで、それは IoT でとか、そういうような話をこうつら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 やったりとか、はいはいはい、あと、深センって、例えば、なんか、なんだろうな、ちょっと1個、1枚か2枚ぐらい、またスライド出しますね。はいはい。これちょっとこれね、台湾のイベントで話してたから、一部英語になってるけど、図がすごい分かりやすいのでいいかなと思うんだけど、これそうか。ドン。で、共有。例えば、同じ会社が、翻訳機とスマートフォン両方出してて、で翻訳機の、側を開けて基板見てみると、多分これはガラケーみたいな、下に点キーがつくような、だから電話の基板そのまま仕立て直して翻訳機にして売ってるんだろうなみたいな構図が見えて、それがその左側のこのスライドで。で右側のやつで、同じような会社が作ってる PCB で中身開けてみると、要は同じプロセッサーと同じ無線モデムと同じあの P マイクと同じメモリーでこうできてるので、うん、つまりこういうものを作らせた瞬間に中国むちゃくちゃ強いんですよ。で日本だとこういうことを、はい、1個について3年ずつかけて作るから、はいはいはい、その出来上がったもの同士を比べると日本製の方が多分いろいろいいんだけど、でもそのいろいろいいかどうかと来月出せますかみたいなの差がっていうと、来月出せる方が1000倍良くて、翻訳機とか多分10年経ったら誰も使ってない気がするんですよ。翻訳機もあ、まあ、使ってるかもしれないけど、この方には多分なってなくて、そうで彼らはそういうコモディティ化されてる機材をいい感じで使い回していろんな製品を秒で出すみたいなことがすごい上手いんですよ。はい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 、例えばこれはペッパーもどきみたいなのを出してる会社なんですけど、このペッパーもどきロボットは足はそのまんまホバーボードでできてて、うん、バランス動くで頭、いろんな方向から声かけると声かけても向いてくれるとかやってるんですけど、それは頭にそのまんまスマートスピーカー入ってるんですよ、はい、だから学生ロボコンみたいにホバーボードとタブレットとスマートスピーカーを組み合わせると、まあなんとなくロボットになるよねみたいな形でこう作ってあって、なるほど、だからそういうハードウェアでマッシュアップみたいなことやってるんですよ。はい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 、はい、でこの会社に、このロボットいいけど、うちのクライアントは全員インドネシアなんで、見た目がインドネシアっぽくしたいみたいな
相談をすると、カスタムも作ってくれるし、なんなら右側の方にこのパンフレットを置いてますけど、中の PCB だけ売ってくれるんですよ。なるほど。うん、だから、ヘビーカスタマイズをしようと思うと、中の PCB だけ買う方がよくて。みたいな意味で、ハードウェアがほぼオープンソースみたいな形になって、はいはい、で、レポジトリー、GitHub じゃないんだけど、まあでもレポリ、ほとんどレ会社が1個のレポジトリみたいな形になってて、ほとんどの機材にはアクセスできて、で、リップミックスバーンして新製品が出てくるみたいな。なるほど、面白い、うん。これはこれですごく面白いポイントで、これが、はい、だから学位ないのに先生がやれている要因ではあります。はい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 、はい。で今みたいなことが、ちゃんと研究してる日本人に誰もいないというか、我々ぐらいしかいないので、はい、あのここが先生っていうことをやってるバリューではありますと。そういうことなんですね。なるほどね。実際、その、まあ、こういうような講義をビジネススクールで教えると、はい、生徒はどういう反応、さっき言ったような、こう、すごい大企業の優秀な人たちみたいなのは、どういうふうになるんですか？あ、やっぱりその、そうですね。多分モチベーションとして2種類あると思っていて、1個は自分の知らない変わったことを学びたいみたいな部分で、そこに対してはすごく、うん、なんていうかリターンが高いですよね。うん、ちょっと面白かったのは、今 TikTok ジャパンで働いてる、はい、中国人の日本に留学してる学生さんが聞きに来てて、その子はインスタ360で広報やってたので、うん、まさに深圳のスタートアップにいたんですよ、ずっと。あ、でなんで俺そいつに向かって授業しなきゃいけないのかがすごい不思議だったんですけど鳥類研究者に人が、あの鳥が来たみたいな研究対象がいたそうそう、ただその人は、結局他の会社のこととか見に行かないから、はいはいはい、あとその人は広報の人なんで中身の分解とかしたことないから、はい、うんうん、そういう話とか財務の、こういう話を、広報の話もそうだし、結局何個作って何個売れるみたいな話だったりとか、財務の話とか、うん、あと、これ話しながら、別の授業ではずっとローレンス・レシクと IP の話とかをしたりとかもするので、その組み合わせて、うん、あ、オープン、逆に日本の会社ってそんなにオープンじゃないんですかみたいな話を聞いた、それはなんでそういう理由があるんですかみたいな部分で、そういう意味での、なんか研究としての面白さのフィードバックはたくさんあります。はいはいはい、で、実務にどう生かすかの部分で言うと、うん、ファースト&クイックが結局鍵なんですねっていう話になって、うんうん、ファースト、クイック、かつ、まあ、ライルですよね。だから、無駄にかもしれないことをいかに高速にやるかみたいなことなんじゃないかと思うんですけど、うんうん、無駄かもしれないことをいかに高速にやるかの話だと思うんだけど、そこはどうしましょうねとして課題として1個ありますと。うん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 、じゃあ、その、分かったけど、じゃあ、日本においてどうしようみたいな感じ。そこは結構宙に浮いている。うん。そこはやっぱ最初の冒頭のなんか課題意識にもやっぱつながってくる、ね。そうですね。その、社内アクセラレーションとかはやっぱやった方がいいんですみたいな風に落ちることは結構あるんですよ。うん。あの、授業全体で教えてる実務に役立つテーマとしては、やんないと分かんないことと予測できることの2種類があって、どっちも大事ですっていう話で、そのアクセラレーターがなんで半期10チームとか先にチーム数先に決めるかっていうと、一発一球やる自信がどこの会社もないからで、あとそれ狙うとむしろ大ヒットを絶対外すってことをみんな知ってるからで、はいはいはい、うん、どこの会社でも大体ホームランになるときって、その5人いたうちの4人は外れると思ってましたみたいなやつが当たるときが大体ホームランなので、確かに確かに、うん、そう、そこみたいな。でそれはそれで別にあんまりなんか難しい話でもないというか、漫画雑誌の経営とかそんな感じですよね。ああ、なるほど。うん。その出版社とかはそうで、その何がワンピースになるかの予想は全然できないんだけど、だから、あと一応その、うまい下手みたいなのはあるから、一流のセレクション、何種類かのセレクションはするんだけど、でもその、セレクションが 100% 当たるわけでもないから、うん、水準は超えたと思った30人は全員デビューさせて、うん、でお客さんの反応を見て頑張りましょうみたいなことをやらざるを得ないわけじゃないですか。うん、ね、うん、それといわゆるワイコンビリアとかやってることで、まあ、そっくりなので、あの結構その社内アクセラレーションやってるところも多いんですけど、そのやっぱこうとにかくたくさん出してそのクイックでフィードバックもらって改善していくみたいなところに関しては、うん、なかなか難しい
苦労しているところが多いんじゃないかなという印象があります。それはやっぱ内製できないしとかいうこともあったかもしれないし、なかなかこう予算に関してもこう、あんまり大きくなかったりとかいうこともあったりとか、なんか、なんだかんだでいちいちお伺い立てなきゃいけなかったりとか、いろいろあるんじゃないかなと思って。実際なんかうまくいってるケースとかってあるんですかね。リコーさんいい感じですよね。リコーさん。リコー、今、社内アクセラレーションやってるじゃないですか。はい、うん、そうですね。確かに、いろんな、いい製品出してますね。うん、あれ、ちょっとその、僕と少し縁があって、その、ニコビ新鮮観察会って僕、昔、うん、まあ、今でも年に1回ぐらいやってるんですけど、あれの第1回にリコーで猪木さんっていう人が来てくれたんですよ。へー、で、その人が上司を連れてきてて、はい、で、猪木さんと上司の間でずっと、猪木さんはリコーの中にメーカースペースを作りたかったんですよ。で、そのメーカースペースの定義って何かっていうと、要は、試作作る稟議書がなしで工作機械が使えるスペースを作りたい、はい、おお、なるほど、うん、そのつまり何もなんか誰にも断らずに物が作れる場所っていうのがリコーの中に実は一個もなくて、それまで、うんうんうん、だから自由に物が作れるスペースっていうのを社内に作ろうみたいなことを猪木さんはずっと言ってて、猪木さんはもともと工業デザイナーだった人で、転職して理工入ってデザイナーじゃなくて、経営企画みたいな方に入ったんだけど、でもなんであれ、要は先に手続き経ずに物が先に物が作れる場所というのをとにかく作りたかったであると。で、最初の深圳ツアーで一緒にいろんな会社回る中で、深圳の会社は確かにスタートアップ訪ねるとゴロゴロハードウェアが出てくると、うん、でゴロゴロ出てくる中でこれは結局やってみたらやめたっていうものもゴロゴロ出てくるし、はいはい、パワーポイントの前にものが出てくる会社が実は結構たくさんあると。でそれで、一緒に見た上司と一緒に見てて、あ、これやっぱ大事だわと。よく考えたら昔の理工もそうだったわけだし、倫理の前にものが作れないとダメですよねということで、作るームっていうそのルームは通って、で、なるほど、うん、でもそれが6年前なので、それ6年前で、うん、でその後も多分ずっとそのなんかなんであれ、ラピッドプロトタイプが先にできるような場所をなんとかしましょうみたいな部分は年々ちょっとずつ大きくなってきてはいるんだと思います。うーん、なるほど、ラピッドプロトタイピングデザイン思考みたいな、はいはい、なんか世の中的にはそっちに来てるじゃないですか。そうですね、誰に聞いても多分ラビットプロタイピング大事っていうし、誰に聞いてもデザイン思考大事っていうし、誰に聞いてもリーンスタートアップ大事って言うんだけど、でもじゃあ実際本物見たことある人ほとんどいないから、うんうん、ラビットがどんどんラビットでなくなっていくし、はい、そうですね、僕もGoogle、元 Google のトム・チーさんのラビットプロタイピングのワークショップ受けたことあるんですけど、30分でもう本当にテストまでするみたいなすごいスピード感の違いすごかったですね、うん、でなんか売んないとプロトタイプじゃないじゃないですか、うん、まあ、せめて使ってもらわないとプロトタイプじゃないんだけど、はい、だからそこまではなんか3回使ったら壊れるでもいいから無理やり売った方がいいんだけどなるほど、メーカーフェアとかで確かにね、うん、そう、リーンスタートアップって一応本としては売れてるけど、うん、中身ちゃんと分かってる人はあんまりない気がしてて、うん、あれそのミニマムビアブルプロダクトとかいろいろ出てくるけど、あれそのなんか日本だとトヨタも使ってるリーンスタートアップみたいなキャッチコピーになっちゃったせいで、とにかく選択肢集中をちゃんとやりましょうみたいな感じの本になってるじゃないですか、はい、中身全然違うんだけど中身はそれこそだからコードフォージャパンみたいなことが書いてあるんだけど、とにかくリリースをたくさんやりましょうみたいな、なんかなんだっけ、ガラントバザールとほとんど変わんないことがあの本には書いてあるんだけど、はい、読まれ方としてはそっちの読まれ方を多分してなくてそう、だから、その辺は多分その広い意味で言うと多分通じることしか言ってない気がするんですけどね。まあ確かにそうですよね、なんか分かった気になるというか、うん、そうですよねってなりますよね、説明すると、うん、とはいえ本当に売るところまで行けてるところってほとんどないんでしょうね、うん、なんか、まあ、ものにもよりますよね。その医療とかは簡単に売れないから、うん、ただそのメーカーフェアとかでちょこっと売るみたいなのはそれなりに良いことで、そうだから社内メーカーフェアとか増えてるじゃないですか。社内メーカーフェアとか、社内メイ、あとなんかメーカーフェアに会社のものづくりサークルで出すとか、
で、その意味ではなんか手応えみたいなことは結構感じていて、年々世の中は良くなってるなとは思ってるんですよ。ただそれがなんか十分なスピード速度で良くなってるかどうかは全然わかんないし、もっと早くできるかっていうと早くなる気がしてて、その中の一つとして、やっぱだからロンディールみたいにちゃんとパッケージになるのすごい偉いですよね。あれ、その、なんていうか、やろうとしてることは、その授業でやってることとほとんど変わらないような気がするんですよ。最終的なゴールは。だけど、何しろちゃんと、何しろ授業になってるし、しかも。そうですね。ロンディールは本当に、まあ、かなり、うまいところにポジション取ったなという感じがしますね。なんかその、別のところで関さんが書いておられた、その神戸市のところに人がインターンに行ったりとかしてるじゃないですか。はい、はい、はいはいはい。ああいうのもすごく良くて、あれも、なんか大企業宛てにパッケージで売ったりとかできるといいですよね。だから誰からどういうふうにお金かかるかわかんないけど。大企業向けにやってるんですよ。地域フィールドラボっていうんですけど、いいですね。自治体に3ヶ月ぐらい週1で働きませんかって言って、いいですね。で、かなり面白いことになっています。まあ、それをきっかけで、LINE さんと、LINE さんがこの神戸市の、その、災害があった時に報告するシステムを作って、神戸市の危機管理課と一緒に作ったりとか、あ、いいですね。IoT のスタートアップで、ももさんっていうところが、自分たちのシステムを使って、会津若松の除雪の、吹き溜まりとかを、どれぐらい積もったかをセンサーで把握して、いちいち人が 見回りに行くのにやらなくてよくするシステムとかですね。いろんな、まさにこう、プロトタイピング3ヶ月で実際にこう、何かやってみるっていうことやってるんで、ただちょっとコロナがあってですね、今期はやれてないんですけど、ね、それって、お金はどっからどこに流れてるんですか？それはですね、自治体は無料です。その代わり現場をちゃんと提供して、担当者はサインしてください。で、データとかあったら出してくださいっていうのをやっていて、企業が、Code for Japan にマッチング料を支払っています。なるほど。あとは、まあ、出費ぐらいなんで、まあ、出張ベースで、時々作って感じでやってますね。ああ、でも、良いですね、良いですね。自治体は別にそこでお金入ってくるか来ないかはあんまり大事ではないし、大企業の人もちゃんと会社の仕事になったら、むちゃくちゃバリュー出してくれるので。そうなんですよ。やっぱね、すごいこう、自治体の名刺を持って、自治体の現場の仕事をするみたいなのって、普通の人ってやっぱ経験できないじゃないですか。まあ、なかなかね、まあ、転職する、したらできるんですけど、なかなかそこまでこういう流動性高くないんで、でも実際行くといろんなこと学べるんですよね。その現場にもいます。そういう意味で、結構、行った人はね、なんか、海岸するというかですね、いい経験できましたっていうのと、あとね、第二の故郷みたいになります、その場所が。いいですね、めちゃめちゃいいですね。ふるさと納税だったりして。そんな感じです。モアザンハッカソンみたいな感じですよね。はい、ああ、本当ですね。やっぱ、ハッカソンって、やっぱりよく継続性がとか言われるじゃないですか。でもやっぱ、3ヶ月くらいかけてなんかやると、結構、大きく、なんだろうな。やっぱそれなりの成果が出るなと思って、それはひょっとするとだけど、僕の方で深圳で受け入れ先探すとかできるかもしれないです。おお、それ面白い、やってみたい。英語できて、だから、中国だともう辛いと思うんですよ、なしだと思うんですよ。だから基本英語でっていう前提だと思うんだけど、で、まあ、中国語が喋れたらベスト。それはもうベスト。中国語が喋れたら、多分受け入れ先は多分普通に一瞬で見つかる気がする。いるんですよ、中国でも。その、深圳市本体じゃなくて、深圳市の中にある区、でも区って言っても人口200万とかいるから、日本でいう市みたいなところなんですけど、はい、そこに例えば、ね、イノベーション局とかあって、はい、そこに日本で大学まで出ましたみたいな中国人いたりするんですよ。で、ずっと、イノベーション局で留学生の世話をしていますと。留学生っていうのは、つまり外中国から外に出た人が帰ってくる手伝いをしてますみたいな。はいはいはい。で、営業先はだから日本にいる中国人留学生とかに深圳来て起業するといいことあるよみたいな、サポートとかいっぱいやるよみたいな。で、そこは
よく会うし仲良しなんですけど、なんか多分その、うん、日本の自治体と一緒になんかできるよとかになると、彼らもその自治体の中でのプレゼンス上がるから絶対に乗ってくれると思うんですよね、うん、面白いですね。あとはそのなんかガチ企業だと多分ほっとかれると思うんですけど、新社の中にあるデザイン NPO とか、要はなんかなんだろう、日本でいうところのなんか、なんだっけ、あのグッドデザイン賞を出してますみたいな、要はその深センシっていうでかいのがあって、そこの外国団体みたいな感じで、なんか深センデザイン&インダストリーなんちゃらオーガナイゼーションみたいなのがあるとして、そことかもなんとなくそういう活動好きそうじゃないですか。うん、そう、日本からデザインやってる人たちが入ってくれて、イベントのなんかオーガナイズを手伝ってくれますとか、なんかそういうような、はい、あ、いいかもな、 そことかは知り合いがそれなりにいるから、どうなるか分かんない、ガタガタになったかもしれないんですけど、いや、なんかこう、いいですね、なんか、あのちょっとこう、あの最初の数人は結構、気骨がある人じゃないと、あれかもしれないですけど、なんかすごくいい経験できそうです。僕も今みたいな仕事をするきっかけ、そのチームラボじゃなくてこういうことやるきっかけになったのは、2015年に1ヶ月僕ずっとシードスタジオに勤務してたんですよね。ごめん、何？シードスタジオっていう、その、はい、で、シードスタジオのメーカーフェア新鮮運営チームに、はい、チームラボのから1ヶ月休暇をもらって、ずっとそこに出勤して、はい、ひたすらメーカーフェアの運営をやってたんですよね。その中国、深センのメーカーフェアの運営。なるほど。うん、むちゃくちゃ面白くて。はい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 。やっぱ、なんか、すごいお勉強モードで行っても、やっぱ相手にされないですね。やっぱ何かしら一緒にやるとか、なんかプロジェクトベースで関わっていかないと、でも本来の人間関係作れないし、信頼もされないので、うん、そういう短くてもいいから、やっぱ何かを一緒にやるっていうのはすごい大事ですね。そう。特にイベントなんて、まあ、頭1ヶ月前までそんなにちゃんと仕事なかった、まあ、中国だとそれぐらいの速度感なので、1ヶ月で要は全部なんですよね。この時ってむちゃくちゃ、だから2015年って中国全体がメーカーバブルに沸いてた時で、むちゃくちゃ予算のでかいメーカーイベントで、なんだろう、日本からも多分、明和電機とか、スケルトニクスとか、10チームぐらい呼んだんですよ。はい、で、呼ぶ時の、個別の交渉とか、そういうふうなことやは僕がずっと全部サポートで入ってて、何しろグループに日本語喋れるの僕しかいないし、あと中国の人もその社長は東京メーカーフェア2回ぐらい来てるから、誰を呼べてるか分かるんだけど、はい、現場のスタッフは全員見たことないわけですよ、はい、で見たことない中で税関からメールとか来るんですよ、なんかガンなんかなんか明和電機っていうところがガンっていうのを輸入しようとしてるんだけど、このガンは武器じゃないのみたいな言われて、いやこれは、バウガンって言って犬の形をしていて後ろをくるくる回すとバウバウバウって吠えるんだよみたいな、なんか面白いとか、このなんかレーザージャイアントロボットって書いてる、これはスケルトニクスっていうのは具体的にどういうものなのみたいなこと言われて、なんかまあ、もっと言うとこれは竹馬みたいなものでみたいな一生懸命説明してたて、ね、一生懸命英語で説明して、それをその向こうの中国人が英語から、はい、中国の税関英語なんか喋れないから、はいはい、ハードだなとか、ひげきたさんの 3D プラネタリウムとかだから現地で設置とかしなきゃいけないから、はいはいはい、外に設置するんだけど、だから、場所とかもとりあえずだから写真撮ってひげきたさんにメールで送るみたいなとか、はい、繰り返していて、でめちゃめちゃハードだったけどむちゃくちゃ楽しかったんですよ、うん、楽しそう、めちゃくちゃ楽しい、うん、だって最終的には秋パーティーっていう、その僕がモグラでやってる、トマトくんとか DJ ワールドバーで呼ぶパーティー、そのテンセントの前にあるお客さん3000人入るライブハウスでやることになって、で、うん、そのすごいでかいパーティーが開けたんですよで、これの時は別に僕自身の手元には1円も入ってないんだけど、キーメンも1円も入ってないんだけど、まあ、私個人としては得るものがすごく多くこの時一緒に働いた人たちってことは今も仲良しだし、だからなんか外国で非常にでかい顔してるんですよ、うん、そういう経験やっぱ大きいよね。なんかやっぱその最初のビジネススクールの話につなげていくと、うん、なんかやっぱその座学だけじゃなくプロジェクトベースで学べるとか、もう強制的に全然違う環境で過ごすみたいな、うんうん、そういった経験
がなんか提供できるんだと、うん、より効果的に学んだことがこうちゃんとこう身になるというか、なんかそういうことができるんですね。そういう意味でさっきから何回も言っているようにパッケージ化をどうやってしていくかみたいなところが、うん、あのポイントになってくるんですね。そうですね。なんか日本に向けた広報をやりたい会社とか、あと、うん、普通にハッカソンとかはそれなりに中国でも盛んなので、うん、僕もたまに運営の手伝いやったりとかしてるし、今でも結構その中国側のメーカーイベントの運営の手伝いって継続的にやってるんですよ。うんうんうん。ただ昔に比べると今は全然予算出ないから、どっちかっていうと、うん、彼らがたまたま日本来た時に日本でユーザー会やるとか。うんうんうん。なんかあれですね、今思ったのは、うん、あの、それこそローンディールの原田さんに話をして、はい、ちょっと海外に人を送っていませんかみたいな。あ、それ今僕、ね、極めて暇なので全然やります。はい、ね、そこでいろいろこうね、高橋さんが、あの、いわゆるあの、ロンデールっていろんなメンターがいるんですよ。まあ、河合さんとかもやってますけど、まあ、そういうことでこう、新鮮、あの、派遣みたいなので、で、あの、ね、メンターしてもらってっていうのは、すごいこう、価値が高そうだし、パッケージの一つですよね。やります、やります。うん、ちょっと原田さんに言っときます。すごい。ゴルフジャパンでもなんかやってみたいかな。うん、なんか、あれですけどね、その、だから視察とかで深セン来るなら全然、あの、なんか、はい、セッティングしますけどね。多分、日本の自治体の人たちと喋りたい深センの自治体でそれなりにいそうだし、はい、その中でも、だから日本の大学出てて、日本のことちょっと分かってる人みたいなところまで決め切って、だったら、普通にできるような気がする。いいですね。あの、僕今神戸市で手伝ってますけど、神戸市であのグローバルスタートアップエコシステムっていうので、まあ国のに選ばれたんですね。あの、神戸市っていうかその、あの、東名阪の3つの市ですけど、うんうん、あの、まあ、あの、今まではこう500スタートアップとか、そういう、うんうん、まあいわゆる欧米系の、あの、アクセラレーションと組んでやってたんですけど、あの、やっぱアジアに向けてグローバルネットワークを作っていくっていうのはすごい大事だと思います。ね、そういう意味では、神戸市の人たちとかをぜひ連れてきたい感じがしますね。そうですね。行政じゃなくて、スタートアップっていう話で言うと、うん、普通に製造手伝いとかは紹介できるところあるので、あるというか、基本的には、うん、藤岡さんのところしかないと僕は思ってるんだけど、なんでそうかっていう話もちゃんとした方がいいので、はいはい、いや、藤岡さん一択だと思います。他はないと思います。面白い。そう。いいですね。そういうのとかは全然やります。そのちなみに今でもコロナで大変じゃないですか。行けたりするまあ行く人もいない。無理、あと2年ぐらい待たないと無理。あと2年か。だいぶ長いな。うん。うん、だって僕がまだ帰れてないんだもん。今中国行けるのは、だから、なんだろう、三菱新鮮とかのだいぶ偉い人。ああ。まだ多分だからだいぶ偉い人と、あとその嫁さんが向こうにいるとか、そういうところは今もう行けるようになって、で長い行列が組んであって、僕は一応その向こうに協力先会社があって、そこがビザ申請はしてくれてるんだけど、でも当然それは三菱新鮮の偉い人に比べたら全然後回して、僕が行けるのは多分10月ぐらいじゃないかなと思ってます。そうか、僕もまだちょっと先ですね。なんかオンラインで何かやるみたいなことできます、ね、できます。あと、僕個人に限定すると、だから中国帰るまでは暇なんですよ。あ、なるほど、うん、はい。アポイントないし、はい、原稿はいっぱい書いてるけど、まあでも、別に原稿なんかどこでも書けるっちゃところも書けるし、あと別に僕、2018年、19年って年に100回飛行機乗ってたんですよ。100回飛行機乗りながら原稿書いたりなんだりはしてたんだけど、だからそこで言うと、仕事量別にその時に比べると、ちょっと増えたけど、ちょっとぐらい増えてないから、うん、飛行機100回乗った分は丸ごと暇で空いてるわけですよね。確かにそうですね。うん、原稿書くのにはぴったり。だから今は、そうですね、だから本読んで原稿書いて、本読んで原稿書いて、あとはそのオンラインのミーティング顔出したりとかぐらいなので、うん、まあもちろん取引先でのやり取りとかメールで続いてるんですけど、でも、はい、その、まあ今この瞬間は、どうですね、だから中国帰るまでは、まあ言うてもめちゃめちゃ時間あります。なるほどね。じゃあ、
今、高須さん、何かお願いしたいことがある人は今がチャンスですね。そうですね、今、めちゃめちゃやりたいことを増えます。なんかでき、うん、やりたいことを、っていうか、今、めちゃめちゃだから、ネタに飢えてますね。まあ、今回、コロナの対応のシビックテックの関連も結構記事を書いていただいて、なんか、やっぱ、今までと違う層に結構響いた感じが、我々としても大変ありがたかったなと思いますね。あれ、僕もなんか目がから鱗が落ちたというか、うん、なんだろう。要は基本的には僕の書いた原稿、ほとんど10年前でも書いてますみたいな内容が多かったと思うんですよ。そのコートフォージャパン以外に関しては、そのオープンってなんでオープンにするのとか、はいはい、そう。なんだけど、あれは、なんだかんだ言いながら、うん、もう100回ぐらい言わないといけなさそうな気がするんだな、みたいな。確かにね、うん。そう。日系の人たちには多分、具体例がちょっと1個でも出てくるたびに、1個捕まえて、うん、あとは、10年前から書いたことでもいいから、もう一回言うみたいな、はいはい、なんかそういうのは多分すごい大事なんだろうな、みたいな。すごい、それは思います。その正しいタイミングで正しいことを言う必要があって、そうそうそう、あんまり早すぎてもやっぱり伝わらないし、うん、遅すぎると、まあそんな知ってるよみたいになっちゃうんで、うん、すごい、その時期を、そんなの知ってるよまですごいまだ時間がありそうな気がしますよね。まあ、知ってるとできるとはまた違うんですけどね。そうなんですよ。うん、そうだからであれは、まあ、1個は中国帰れなくなったから、うん、書くことが減ったっていうのもあるし、うん、あと書いてみたらメディアでの受けが良くて、うん、で僕自身昔から持ち込んではボツになってあんまり書かせてもらえなかったテーマだったので、なるほどね、うん、あとハッカソン面白いとか別になんかなんだろう、最初に会ったら多分もう13年前とかそれだと思うんですけど、うん、その頃からしょっちゅう言ってたじゃないですか、うん、スペースアップス面白かったとかで、あの頃もたまに、そのなんか、まあとかやってバズったりとかしてたけど、うん。ああ、あれは面白かったな。そう、たまたまそこにも話題が戻ってきたので、それは今も続けてて、うん、で、あれはあれで、引き続きやってますと。はい。だから、ペットアップスはすごいですよね。まあ、なんだかんだってずっと本国にも続けてますし、うん、日本のコミュニティができつつあるんで。うん、うん、うん。でね、日本もなんかテルースとかいろいろこうデータ基盤作り始めて、いよいよ商業利用だってなってきて、結構これからが面白い感じですね。だから、企業がホストするハッカソンみたいなのをもっと増えても、はい、まあ、だからそれちょっとなんか3、4年前ぐらいにバブルあったんですよね。うんうんうん、私その頃だから外国にいたからあまりよく分かってなかったんだけど、なんかちょっと前にバブルがあったみたいな話は聞いた気がするんだけど、はい、あとアクセラレーションとハッカソンの区別がついてないみたいな市場が多分結構まだ残ってるんじゃないかと思うんだけど、あれはバブルは弾けたものの引き続きの、はい、なんか伸ばした方がいいと思うんですよね。うん、なんか一過性のブームで終わらせてしまうのはもったいないですね。うん、その最近はそういうことばっかりではないけど、そうですね、そうです、だから深圳に関係しないことの割合が増えた感じがしますね。はい、その物理的にいけないから。そうですよね。うん、早く行けるようになるといいですね。そうなんですよ。だって僕、6月の、7月の終わりぐらいに、最終的に10個もらわなければいけないハンコのうちの2個目ぐらいのハンコをもらうためにアポイントを取ったんですけど、ハンコを押すだけで1ヶ月かかるんですよ。うわぁ。何ですか？そう。最終的には、だから、うん、この人は、日本で刑事犯罪やったことありませんよ、みたいな、いうのを日本の警察から発行してもらって、それを日本の外務省に判子をもらって、うん、その後、日本にある中国の大使館に判子をもらって、初めて新鮮側に申請できるんですよ。まさにスタンプラリー。まさにスタンプラリー。すごいな、うん、全フェーズで、まあ、やっぱり、偉い人が優先ですよね。はい、Q ラインが平等じゃないんですよ。なるほどね。これが新鮮市の中に入った瞬間に超早いんですよ。新鮮市の行政ってすごいデジタル化されてて、かつコロナでデジタル化の加速がもう2個ぐらいついて、やっぱ意外とその行政区によってね、自治がすごいらしい。そうですね。あ、そう、うん、それで言うとですね、金になれないかどうかわかんないけど、中国の行政はどれぐらいデジタル化されてるのか、ワークショップみたいなのがあったらすごい出たいし、喋りたいこともいっぱいあります。ああ、それやってみたい。
あんまりね、わかんないんで、こっち側に何人か研究者はいます？おお、これはちょっと政府とかの人たち呼んで勉強会したいですね。あの、なんだろう、例のあの、ちょっと前にすごい売れた幸福な監視社会中国っていう本を書いた、梶谷海さんと高口亮太、高さんは2人とも友達で、高口さんは何しろ一緒にプロタイプして書いてるので、で、あれ、あの2人は2人とも僕らのコミュニティで、まさにあれ、あの本みたいな、僕はあの本には全然コミットしてないんだけど、あの本みたいなのが、まさになんかあの、ギークミーツ社会学者みたいな。あ、いいですね、そういうの。で、あの本に書いてあった内容を、かいつまんで言うと、そのなんで中国の人が監視社会大好きかっていうと、監視社会の反対側にあるのが、あのエコひいきなんですよね。あ、そのデジタル化されてない窓口イコール平民があの申請すると1ヶ月待ちみたいな、誰かに手を回してもらうと明日降りるみたいな、はいはい、それが、ウェブ申請になって、オートで、何かのアルゴリズムに従ってハンコが押されるっていう状態になると、はい、一瞬で起きるので、はい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 、またはあのエラーが、ちゃんとエラーコードで来るので、はいはい、よくわかんないけど接待しないといけないみたいな、なんかそういうのがなくなるので。なるほど。そっか。まあ、ある意味、こう、透明性、が上がってる感じになってるんですね。そうなんですよ。なんか、うん、もちろんなんか中国でトップ100ぐらい偉い人だとそういうの全部突破すると思うんですけど、はいはい、前までって多分なんか村でだから1000人住んでる村で、その1000人の住んでる村のトップ100みたいな人はスルーみたいなことが多分いっぱいあったはずで。面白い。うん。そう。で、中国今でもそういうのが全然あのなんだろう、問題ないところではたくさんあるので。うんうんうん。あの今でもその、まあまあ、でそれが、習近平になってからやっとというか経済成長が一段落し始めた頃から、政治家のアピールがそういうのをなくしましょうに変わって、ちょっとずつあのそうなくり、まああのはい、ほんまかいなみたいな話はいっぱいあるんですけど、一応その、はい、相対としては減ってて、ね、うん、というのはもうなんかそれまでは経済成長が何より大事なので、あのもっと言うと、多分ね、賄賂を積極的に渡す方が経済は成長するんですよ、多分。なるほど。バーバリアンな国の間では、多分。なるほど。すごいむちゃくちゃな暴言を言うと、多分その、うん、上位伊藤みたいな人が好きにお金を集められる状態の方が、多分経済は伸びるはずで、そこにモラルとか突っ込んではいけないはずで、はい、IVS とか多分、やんちゃのままでいた方が多分いいはずで。まあね、ちょっと IVS もなんか、あの最近話題になってましたけどね。そのなんかセラノスみたいな会社がボコボコ出てくるみたいな国の方が、はい、経済のダイナミズム議会はあると思うんですけど、おそらくは、はい、ただそれって、まあ、その分、まあ、インクルージョンみたいなのが失われてしまったりとか、あとやっぱ限界が来るはずで、ね、そうで、アメリカであれ中国であれ無限の成長ってないから、どこかのタイミングでもうちょいそっちじゃない方向行った方がいいんじゃないみたいなのが来ると思うんですよ、うん、で日本はそれで言うと昔に比べると全然賄賂が通じない国になったし、うん、昔って100年前とかに比べると、昔は100年前はむしろ江戸時代とか賄賂ばっかりだったみたいな、文献探すといくらでも出てくるんですけど、うん、あと豊子さんが今電通とかもどんどん国にしようとしてるじゃないですか、うん、で役所なんかは逆にやりすぎちゃって、むしろ、あれで業務が止まるみたいな方向に余計、ね、なりがちだったりは、余計効率が下がってますそう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 、でもあれやんなきゃいけなかった時代はあったと思うんですよ、うん、ないと談合まみれになるみたいな、うん、で中国もさすがになんかその20年前みたいな信じられない成長、なんか毎年とりあえず 15% ずつ何でも上がりますみたいな、いうのは通じなかったと思われるので、うん、そうなると次はボトムアップとフェアネスとそうみたいなことで行政のデジタル化をやりましょうと、エコひいきを多少しなくても経済成長する方向にシフトしましょうみたいなのがベーシックにあってみたいな話の前提の中から、うん、行政できたか話をしないと。いやー面白い。なんかちょっとあれですね、あのコードフォージャパンサミットでそういう話しませんか。あ、いいですね。他に誰もスピーカーいなかったら僕やるんですけど、うん、できれば高口さんに喋ってもらうのが一番いい気がします。ほうほうほう。うん、それで全然紹介はします。はい、ぜひぜひ。ちょっと10日が締め切りなんですよ。あのセッション公募の。
あ、じゃあそしたら、はい、パネルディスカッションみたいなことにして、僕が、チーフにして、で、申請するようにします。うん、そうですね。一旦それでいいと思います。うん、で、あ、ちなみに日付がですね、はい、10月の17から18の2日間あります。まず空いているかどうかっていうと。僕自身は、順調だったら中国に帰ってるはずで。おお、うん。でも、逆に言うと、だから僕がチェアにならない方がいいと思うので、オンラインでも出るつもりではいますし、はいはい、ちょっと相談します。で、10日までにとにかくサブミットするようにします。ぜひぜひ。すごい楽しみです。ぜひ誰か紹介いただいても。はい、紹介。セッションチェアみたいな感じで、登録だけしていただいて、後でちょっと中身は変わってもいいと思いますので。はい、はい。今日明日、あさってぐらいに、OK or not は返事できるようにします。おぉ。うん。ね、中国の、まあ、デジタルトランスフォーメーションですか。中国政府か。そうね、その話題になると、だから、なんだろう。僕が全部喋っちゃうとちょっと端折りすぎになると思うんですよね。だからガキの人が乗れるか乗れないかで決まる気がします。うん、逆に言うと、はい、はい、うん。そうですね。中国のドランスデジタルフォーメーションぐらいだと話が雑になるので、そうなると僕でもいけるんですけど、全然。はいはいはい。はい、でもこれは継続的に追っかけた方がいいテーマだし、実際に中国で、やってる人を紹介しますとかは多分僕の仕事だと思うので、日本語喋れて。はい、なので、ちょっと継続的に追っかけて、はい、いきましょう。いいですね。はい。というわけで、大体1時間に入ってしまいました。はい。はい、いや、なんか、やれそうなことがいっぱい見つかったので、面白そうですね。そうですね。はい。はい。はい、ちょっと、ローンディールは本当に面白いなと思いましたし、はい、行政の、中身の話を、行政の担当者呼んで勉強会するのもいいですし、ですね。あと、まあ、向こうに行けるようになったら、ぜひ、視察ツアーとかやりたい。はい、担当者で勉強会とかなら全然出ます。うん、結構、今日は20人以上、今も残ってくださって、うん、ありがたい。途中30人以上見て出てました、ね。コメントいただいてます。デジタル監視の反対はアナログエコヒーキ。あと中国面白い。あとは、ね、とにかくアンチアナログエコヒーキをしないと。はい。というわけで、今日のところは以上に。はい。ありがとうございます。はい、またぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。はい。失礼します。